持ってったね。うわー、俺もそっち行っちゃった。でも超えてる、うん、ライソンです。さらに同じところへさらに左へ。あ、いや、降っちゃった。ビビりすぎて、ごめんごめん。ジャスト。危ない。ところがね。グリップを見せてもらっていいですか。やっぱ少しフックグリップな感じですかね。昔からそうですね。ジュニアの頃からずっとそうです。逆に戻したこととかはあるんですか。あります。気持ち悪かった。なんかここ締めろって言われて、こうやって持ってた時あったんですけど。なんか違った。気に入らなかった。やっぱ今の方が、はい、戻しちゃいました。しっくりくる、はい、うん、正面から撮ってください。はい、あー、ちょっと右だけど、でもボールはいい感じだよ。なんかやっぱ SR の方が良さそうだけど。ドラコン SR 使うから、うん、なんか吹けなさそう。そうですね、うん、山崎さんはドラコンのグリップと違うんですか。ラウンドの時はあんまり強く叩きたくないから、どっちかっていうとちょっとこうウィークめに握ったりします。ドラコンの時は、でドラコンの時は少しフックにして、僕はちょっとこう絞ります。絞りフック、はい。あの人間こうやって構えた時ってこう手がこういう形なので、このままこう握るような感じで、と指あんまり力入れなくてもこうクラブ飛んでいかないんで、うん、結構両面こうやって合わせて握るとちょっとここが開くじゃないですか。そうするとグリップ圧強くしないとちょっと飛んできそうで、手にこうガッと返したりとかいろいろ入っちゃうんで、できるだけこう形変えずに上げたいので、ちょっと絞ってあんまり指圧入れないように。うわ、あった。ギリギリ左の林入っちゃったか、ギリだな。出てるかですかね。山崎さんが、はい、まあ、クラブとか結構作られてるじゃないですか、はい、J ビームで、はい、J ビームのクラブでこうドラコン選手用にクラブ作ってて、はい、なんか気をつけてることってあったりするんですか。結構右に抜けちゃう選手の時には右抜けないようにちょっとアップライト目に組んだりとか、あと球が吹い、あのスピンが少なくてドロップした人はちょっとフラット目だったりとか、フェースアングルがまっすぐが好みの人もいれば、ちょっと偶数目の好きな人もあるので、ちょっと差し方のアングルでちょっと変えてます。差し方で調整する、はい、変えます。あとみんな知らないと思うけど、あの頬ゼロの中にこうシャフトって入ってるんですけど、この差し込みが30ミリだったり35ミリだったりとか、その差し込む長さによって球質結構変わるんで、結構レアなところの話なんですけど、なのでその人がもうちょっとこう厚く当てたいって言ったら深く入れたり、球を上げたいって言ったら浅く入れます。実際トラックマンとかいろんな機械で測りながら、その人の特徴を何発持ってもらってるのを見て、でそこから変えて。なるほど、ありがとうございます。はい、一応左足下がりの注意点、私左足下がり打つ時は、はい、ライなりにスタンス取りたいんですよ。なんで左足下がりになってる時って逆らって体をまっすぐに立てちゃったりするんですけど、それしないように、うん、左肩下がっていいんで、なるべく斜面なりに立つようにします。でもう球、高い球を打つのを諦めて低いのをイメージして打ちます。上げようとしちゃうと左足下がりなんで右側が高いわけじゃないですか、はい、それで上げようとすると手前で振っちゃうんですよね。それが嫌なんで、もう手前目に低いボールイメージして打っちゃいます。はい、肘抜いた？ちょっと抜きました。うん、ナイス。はい、あ、ちょっと奥だけ。いいところ。はい。
48。入ってから打つまでめっちゃ早いですか。早い。なんかナイソンでーす。なんか躊躇ないよね。何の心情もなくすぐ上げる。早いですよね。これあのジュニアたちのラングレースと一緒に行ってる時に、俺のプレーなんかどうでもいいから一緒に回るじゃん。と考えずに俺はポンポン進んでいかないとさ、はいはいはい、打つ前にもう決めてけって言ってるからどんどん速くなっちゃった。向こうで速くなる。即決してイメージしてそこだと思ったらそのまま打っちゃいますね。これ多分ドラコン病だな。やっぱあの2分っていうのもあるじゃん。ドラコンの時も速いですよね、構えてから。ドラコンって2分30秒で6球なんですよ。8球の時もあるんですけど、僕いらないですそんなに。もう終わってる。いつも1分くらいでみんな見るとまた3つくらい余ってて、なんであいつらあんな球いっぱいあるんだろうと思って、俺だけ少ないような気がしない。すごい。流し込まれた今。ナイス。ありがとうございます。ナイス集中だね。ナイスだね。お、はい。消えた。このコースに対して、はいはいはい。ここにティーアップした理由。あのバンカーの上狙いたいんで、あんまり向こう行きたくないなと思いました。うんうん、右に刺しちゃうと左に出玉が出やすくなるんで、ちょっと左目にしました。なるほどね。はい。はい、でも私結構そういうのよりこの立つとこが平らかどうかの方を優先してます。はい、結構なんか前から立つ時結構確かめてるもんね、はい、足でね。あのドラコンの時もみんなここスレスレに立つんですけど、私絶対この辺に刺すんですよ。一応損してるよって言われるんですけど、絶対平らなとこでいい球打った方が飛ぶと思う。って思っていつも逆らってます、うん、みんなのアドバイスを無視してるとは分かるんだけど、ね、そうでしたとか言って。いいね、よいしょ。でもあそこ全然平気だと思う。 SR の方がいいよ。もう全部サーブできます、はい、おー、まっすぐ。ナイスショー。ナイスフェードです。うん、なんか危なそう。ドラコン用のクラブと普段のスペックはかなり差は違います。今のは、10.5 の S。 今振ってるんですね。はい、ラウンド用、はい、でドラコンの試合の時は7度の 3X か 4X。 はい、謎ですね。そうですね、まあフルスピードは結構変わる。ドライバーではないです。ドライバーではないです、はい、結構あのフルスピードが変わるんで、やっぱ今みたいにちょっとこうチョンって合わせたりとか、なんかコース行くとあんまり打てるとこなくて、で結構ドラコンの試合みたいに振ると結構曲がっちゃうんで、なんかちょこんちょこんってバントするようなのが多いです。でもさきちゃんもね、聞いたら 8.5 度、はい、でも普段も 8.5 度、普段も 8.5 です。でもやっぱ浮くよね。私もともとボール上がるタイプ、ね、羨ましいよね、あんだけ浮かせれるってなかなかすごい。私だから 10.5 打ってんだと思ったら、まあよあっても9とかかなと思った、初めて聞いた女子の 8.5。 私ボール上げるの得意なんで、その他のドラコンプロが打ってる、男子プロが打ってるその7度とか6度とか打っても一応上がるには上がります。すごいね。スピン量が足りないんでドロップはするんですけど、上がるには上がります。すごい。なかなかあの高さに上げれる人少ないです、女子でも。アイアンも高いもんね。アイアンも高いですね、全部高いです。どうしようかな。まさかの、まさかの逆たるかな。どうしようかな。おー、うまく打ったよ。はい、ナイス。すごい。
らどうしようかと思って。バックスイングも気になったよね。気になりました。こっちの気になった。ナイスアウト。できちゃった出ちゃった今綺麗に当たっちゃったバックスピンスピンが当たってしまったあーあああああすごい高さ見えるな高さ出ちゃったねなかなかここまで上げれないよねここからなぜ切れる？皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月、7月のスケジュール、8月まであるかな？ざっと出てます。6月15日、福岡クイーンヒル、ゆっこが会場に行きます。インターからも近いゴルフ場となってますので、アクセスもいいってことで、たくさんのご応募お待ちしています。で7月22日、軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども、避暑地、飛ぶ。天気がいいとカート乗り入れできるのでこちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。でもう一個8月17日鳴沢こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど富士山がかなり絶景ポイントでたくさん撮れますのでご応募いただければと思います。以上ご参加お待ちしています。バイバーイ。